皆さんこんにちは。フレイル講義の講師を務める松本市立病院理学療法士の萩原です。助手を務めます同じく理学療法士の小倉です。今回は近年元気で長生きするためのキーワードとなっているフレイルについて皆様にお伝えしたいと思います。松本市に住む春菜さんの生活を見ながら、フレイルとは一体どんなものなのか、どうすればフレイルを予防・改善することができるのか見ていきたいと思います。春菜さんの明日フレイル編。春菜さんは75歳。2年前に旦那さんが先立ち一人暮らしとなってしまいました。心にポカンと穴が開いたようで、毎日の生活に張りがありません。最近は家から出ることも少なく、食事も簡単なものしか食べられなくなりました。外に出たいけどなんだか疲れてその気が起きないと春菜さん。最近はお腹が空かなくて少し痩せた気がするわ。時々むせちゃうし、近頃は自分でも元気がなくなったな、ちょっとしたことで疲れるわと感じるようになってきて、大好きな旅行にも行かなくなってしまいました。ここで一時停止します。萩原さん、春菜さんは一体なぜ疲れやすくなってしまったり、外に出る機会が減ってしまったりしたんでしょうか？それは春菜さんがフレイルになってしまっているからだと思います。フレイルとは一体どんな状態なのでしょうか？ではこれから簡単に説明していきたいと思います。フレイルとは、加齢や慢性疾患とともに心と体の機能が低下し、介護が必要になる一歩前の状態を言います。健康な状態と人の手を借りないと生活できない要介護状態との間の状態を指します。フレイルになっても生活は自立して行えるので健康寿命の範囲になります。フレイルは要介護になりやすい状態ということでしょうか？そうとも言えますね。介護が必要になった理由では、認知症や脳血管障害に次いで3番目に多いものとなっています。萩原さん、確かフレイルには3つの要素があるんですよね？そうです。一つ目の身体フレイルは、最近疲れやすく歩くのが遅くなってきたなどの筋力低下やバランス機能の低下、食事の時にむせやすい、噛みにくいなどの症状が現れるオーラルフレイルがこれに含まれます。歩く速さの目安は横断歩道を渡りきれるかがポイントですよね。オーラルフレイルのオーラルは口腔機能のことですか？そうです。近年オーラルフレイルはフレイルの始まりかもと言われ、注目されており、キーフレーズです。2つ目は精神・心理的フレイルです。最近日付がわからないことが多いなど物忘れの症状や、生活に張りがないなど精神的な落ち込みが関わる要素です。認知症の方は精神的・心理的フレイルとは違うのでしょうか？いい質問ですね。フレイルにあたるのは軽度認知機能障害といい、認知症の前段階だと言えますね。そして最後の3つ目は、外出する機会が減ってきた、困った時に相談できる人がいないなど、外の社会との関わりが減ってくることで起きる社会的フレイルです。この3つの要素が相互に関連して日常生活動作能力の低下が起こると言われています。フレイルにはフレイルサイクルという悪循環に陥りやすい症状があり、注意が必要です。フレイルサイクルとはどんなものでしょうか？まずは低栄養状態になると筋肉量低下やサルコペニアとなり、活力の低下、筋力低下や身体機能低下となり、活動量が減少します。すると消費エネルギー量が減少し、食欲低下をもたらし、さらに
栄養不良状態を促進させてしまいます。フレイルが始まるきっかけは様々ありますが、加齢や口腔機能の低下、社会参加の減少などから始まることが多いと言われています。とても危ない状態ですね。フレイルサイクルを止めるにはどうしたらいいんでしょうか？ポイントはフレイルになっていることや、フレイルの初期段階で早く気づくことが大切です。フレイルかもしれないと思えば、早めに対策を図り、負の連鎖を止めることが重要となります。一度フレイルになってしまったら健康に戻ることは難しいのでしょうか？安心してください。フレイルになってしまっても、心身のケアをしっかり行えば、健康に再び戻ることができるのです。またフレイルにならないように、健康な時から予防対策を行っていくことも非常に大切です。なるほど。その心身のケアとは、具体的にどのようなことを行えばいいでしょうか？フレイルを改善するまたは予防するためには、フレイルの要素、すなわち身体的フレイル、認知的フレイル、社会的フレイルや栄養状態や口腔機能に関して対処していくことが大切です。具体的に言えば、身体的フレイル、認知フレイルに対しては身体活動で、散歩や筋トレなどを楽しく運動することと、それに加えて認知機能を活性化するために脳トレを行うことが推奨されています。また栄養や口腔機能に関しては、食事に気を使ったり、口腔体操や定期的な歯科受診などの管理をすることが良いとされています。社会的フレイルに対しては、友達付き合い、ボランティア活動を積極的に行うことが良いとされています。なるほど。日頃から少し意識して生活することで予防改善ができそうですね。簡単な体操はありますか？はい、フレイル予防体操の関連動画があります。そちらもご覧ください。フレイルは適切な対策を取れば怖くないものなんですね。それでは春菜さんの話の続きを見ていきたいと思います。元気のない春菜さんを見かねて、お友達がフレイル検診のことを教えてくれました。そして春菜さんはお友達と一緒に松本市のフレイル検診へ行きました。体力づくりサポーターさんからフレイルについて詳しく話を聞いた春菜さん、私はやっぱりフレイルだったんだ、私でもまた旅行に行けるようになるかしらと不安そうに言うと、体力づくりサポーターさんが、大丈夫、今の生活習慣を見直してみんなと運動する機会を作ればきっと元気になりますよと教えてくれました。いいアドバイスをもらった春菜さんは、まずは歩数計を購入しました。毎日の歩数が数字でわかるので、今日は3000歩歩けたわ、明日は3500歩目標よと生活に張りが出てきました。それから運動サークルに参加して定期的な運動を始めました。運動を始めた春菜さんは、運動の効果かお腹が空くようになり、しっかり3食食べられるようになりました。そしてよく眠れるようにもなりました。元気になった春菜さんは、目標だった旅行にお友達と行くことができました。今の目標は海外旅行に行くことだそうです。いかがでしたか？はるなさんは無事フレイルから健康な状態に戻ることができました。フレイルは早期発見、早期対策で元気な状態に戻ることができます。現在、自治体を中心にフレイル検診を行っている地域がたくさんあります。皆さんもぜひフレイル検診を受け、フレイルかどうかチェックしてみましょう。ご視聴ありがとうございました。